どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日ですね、さっきもちょっとオープニングで流れたんですけど、内巻きの状態からもうパパッと一瞬で外跳ねにする方法を教えます。結構外跳ねって、まあ結構今流行ってて、まあやられる方多いかなと思うんですけど、なかなかうまくできないっていう方っていらっしゃるかなと思うので、まあ内巻きは慣れてるけど外跳ねってっていう感じの方、よかったらこの方をマスターすると結構簡単なんで、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ホリスティックキュアの 26mm を使います。だいたい長さがまあミディアムぐらいですね。長さで言うとだいたい鎖骨ぐらいの長さの方におすすめなやり方です。で、まず全体にしっかりと櫛で溶かしますね。で、毛束を取るんですけど、そんなに多くなくて、だいたい幅がまあ3、4センチ幅ぐらいの束で取ってもらって、できればちょっと横気味にコテを入れる方がいいかなと思います。で、横気味に中間ぐらいから入れて1回転だけさせて、で、毛先に向かって滑らせると、こんな感じの内巻きができます。これを全体的に作っていきます。毛先がもうワンカール、一回転だけするのがポイントなんで、これ以上ちょっと強くしすぎたらあんまり綺麗にならないかなと思うので、このぐらいになるように意識して巻いてください。反対側も同様にしっかりと櫛で溶かして、毛束をだいたいまた3、4センチ幅ぐらいですね、取っていただいて、ちょっと横気味ですね、コテの角度は横気味で中間から入れて1回転だけさせます。内巻きに巻いて、だいたいこのぐらいのカールですね。これをこっちサイドも全体的に巻いていきます。後ろの部分も同様に巻いていきます。で、多分後ろって巻きづらいかなと思うので、本当にちょっと前に持ってきていただいて、自分が巻きやすいようにして、本当毛先だけ内巻きに入れば大丈夫です。で、結構後ろって長さ的に跳ねやすくなる長さになるかなと思うので、本当にちょこっと内に入るぐらいで巻いてあげるといいかなと思います。このくらいの内巻きになってれば OK です。ベイビーヘアオイルを使います。で、オイルを手に取って、さっきのこの内巻きをオイルをつけながら外に向かって跳ねさせます。そうすると自然に外跳ねになってきます。反対側も同様に外跳ねにしていきます。で、結構この時もオイルしっかりとつけた方がかなり綺麗にツヤ感も出るので、しっかりとオイルを手になじませてから外跳ねになるように髪の毛を作っていってください。で、全体的に外跳ねになったら、ちょっと束感ですね、少しこう毛をつまんで自然な束感を出していくと結構ツヤっぽく綺麗に見えるので、そういう風にしてバランスを整えていったら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。
本当に、まずポイントは固定の角度、なるべく真横に入れてあげると結構自然なこう内巻きになりやすいので、縦に入れすぎるとなんか縦なこう外跳ねになってしまうので、ちょっと後ろにこう流れてしまったりとかしてしまうので、なるべく固定はちょっと横気味、平行気味で巻いてあげるといいかなと思います。あとは絶対にワンカールでもう1回転だけさせる、コテで1回転だけさせるようにすると、外跳ねにした時に結構綺麗にクリーンと1回転になってくれるかなと思うので、それも1個。で、あとはやっぱオイルだったりとかをしっかりつけて、結構束感だったりとかツヤ感を出す。で、溶かすのも結構大事ですね。しっかりと巻く前に溶かしてあげる。そうすることによって、綺麗な、外跳ねになってくれるかなと思うので、よかったら、ちょっと難しいなとかうまくいかないなっていう方、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。